ブリット軍は、アメリカ合衆国ケンタッキー州の中央部北に位置する軍である。ノブズと呼ばれる、ブルーグラス地域では最西端にある。ルイビル市のすぐ南にあり、インディアナ州にもまたがるルイビルジェファーソン軍、大都市圏に属している。軍内には、ヒルビュー、デワノンジャンクション、マウントワシントン、シェパーズビルなど、ルイビル市のベッドタウンがある。 2010年国勢調査での人口は74,319人であり、2000年の61,236人から21.4%増加した。軍庁所在地はシェパーズビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ブリット軍の西側五分の一はアメリカ陸軍フォートノックス基地の一部として訓練用に保存されている。 ウリット軍となった地域の最初の住人はパレオインディアンであり、1万1500年から1万年前に北アメリカに入ってきていた。その先祖は中央アジアに辿ることができる遊牧の狩猟最終型民族であり、光線や岩塩があり、マンモス、バイソン、地上性な化け物など大型動物が集まるところにその遺跡が見つかっている。小児族などのインディアンが この地域を狩猟場としてその本拠地としており、パレオインディアンの子孫と考えられる。ヨーロッパ諸国によるアメリカ大陸の植民地化が進むと、アパラチア山脈の西、フランスは1763年にフレンチインディアン戦争が終わると、この地域の領有権をイギリスに渡した。この戦争の退役兵が代償に土地を約束され、1773年、トマス・ブリット大尉が、 バージニア州知事から、フォールズ・オブ・ジ・オハイオ周辺地域の測量のために派遣された。その探検の間に、異常なくらい大きな岩塩床に突き当たり、自分の名前をとって、ブリッドの岩塩床と名付けた。ブリッドの岩塩床は地域にとって重要なものとなり、荷車隊列や平底船で遠く、入りの今でも運ばれた。この採掘場が、ケンタッキーでは最初の産業となり、 1830年まで採掘が続いた。この後は蒸気船が導入され、より費用の少ない場所に使用を求めるようになった。地域最初の開拓地であり、ハロースバーグとフォールズ・オブ・ジ・オハヨの間を結ぶ荒野道路で最初の駅はフロイド支流の河口に1779年に建設されたブラシアズ・ステーションあるいはソルトリバー・ガリソンと呼ばれる取だった。 1793年にソルトガー滝の近くに土地を購入した事業家アダム・シェパードにちなんで名付けられたシェパーズビルが最初の町となり軍庁所在地にもなった。1797年1月、ブリット軍が1796年12月13日にケンタッキー州議会に承認された法によりジェファーソン軍とネルソン軍の一部を合わせて設立された。軍名は トマス・ブリッドの老いであり、ケンタッキー州副知事を務めたアレクサンダー・スコット・ブリッドにちなんで名付けられた。1811年、軍の北部領域がジェファーソン軍の一部を含む形で拡張された。1824年、軍東部領域がスペンサー軍設立のために活用された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は300.20平方マイルであり、このうち陸地299.08平方マイル、水域は1.12平方マイルで、水域率は0.37%である。ブリット軍の人口スイーズ、左橋が近年以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。UPS757 貨物輸送機、ブリット軍は、 南北方向の幹線道路である、週刊高速道路65号線で2分されており、物流拠点として成長してきた。軍内のビジネスパークのいくつかは、ルイビル国際空港や、ユナイテッドパーセルサービスの世界的なハブである、ワールドポートから16マイルの距離にある。2000年以降、床面積600万平方フィートの物流センター、倉庫など、複合的な施設が建設され、 さらに新たな建物が建設中である。2011年10月、すでに2300人以上を雇用して、軍内最大の雇用をもだったザッポスが、今後3年間でさらに5000人を雇用する計画があると発表した。軍内で100万平方フィート以上の加工空間を確保しており、翌年には120万平方フィートの施設を建設して、急成長を維持する計画である。 ブリット軍の住人はエリザベスタウン、フォートノックス、ルイビルなど大きな雇用元を抱える町に容易にアクセスできる。軍内にはいくつかの警察機関がある。主要な機関はブリット軍保安官事務所である。現在の保安官はデーブ・グリーンウェールである。保安官は選挙で選ばれ34人の副保安官と4人のスタッフがいる。 ケンタッキー州法で要求される裁判所の安全保障のために別に9人の副保安官と裁判所認証安全保障担当官がいる。保安官はパトロール、犯罪予防、犯罪捜査など警察に関わる機能を持っている。パトロール部門の主要地域は軍内の未編入領域であり、自治体の警察にも支援を行っている。1989年以降、 軍警察署が廃止された後は、軍財務部との契約で、軍警察機能も提供している。保安官事務所には、麻薬取り締り専門官、放火対策専門家、自己再建チーム、救急対応チーム、技術捜査、全地形対応者部隊、ボートパトロール、人質解放のための説得部隊、自己処理チームなどを任務とする部隊がいる。サービスの大半は、公務中に、 あるいは特別副官によって提供される。特別副官は無料で奉仕し、自分の装備、制服、武器までも自分で調達している。消防は、ケンタッキー州第75及び第95地区が担当している。ゾーントン消防地区、マウントワシントン、ニコルズ、サウスイーストブリッド及びレバノンジャンクションには、樹形団組織がある。ブリッド軍救急医療サービスが、 軍内のすべての救急医療と搬送サービスを行っている。ブリット軍財務部に属し、軍の税金を使って運営されている。軍庁所在地のシェパーズビル市の南まで大規模な住宅開発は行われていないが、道市やマウントワシントン市の周辺まで、さらに北はヒルビューに向かう、週間高速道路65号線沿いの地点まで成長が顕著である。 シェパーズビル市とマウントワシントン市は互いの市域が触れ合うまでに拡大してきた。この2つの市をつなぐケンタッキー州道44号線の長さ10マイルの道沿いはほとんど全部が開発されてきた。ブリット軍の教育はブリット軍公共教育学区が管轄している。中学校は6校あり、高校は下記4校である。ありがとうございます。